今の音機関では空は飛べないんだ。だけど創世歴時代の浮遊機関が発掘されて研究が始まったのさ。でもシェリダンの職人たちって頑固って噂だよね。そんな貴重なもの貸してくれるのかな。それはわからないな。いざとなったらルークかナタリアのガルドで横面叩いて。おいおい横面って、第一バシカルまで資金を取りに戻るのか。難しいんじゃないかな。ならティアと私とナタリアのお色気作戦で。え、そんなの困るわ。まあ多分お色気は通じないと思うよ。おへ、そうなの。じゃあやっぱイオン様にお願いするしかないか。じゃあ最初からそれでいいじゃないか。イオン様は最終兵器なの。そうなんだ。やらなきゃやられちまうからな。助けられるはずの人も助けられなかった。クソ。ティアの話だとクリフォトに着底するまでまだしばらくかかるようですから、我々にもまだできることがあります。まあ急がないと。リストは退けましたが、他の六人称も妨害してくるかもしれません。まったく証拠にもありませんことね。懲りてくれると助かるのですけどね。邪魔してきたら倒せばいい。そういうやり方本当は良くないのかもしれないけど、今は仕方がない。とにかく急ごうぜ。ええ、行きましょう。
間違いない。メジオラ突風に巻き込まれて今にも落ちそうじゃ。いやだよアストン、あんた老眼だろ。見間違いじゃないのかい？老眼は遠くの方がよう見えることは分かっとろうが、たまらん。まずいの、このままでは浮遊期間もパーじゃ。何言うんだイエモン。アルビオールに閉じ込められてるのはあんたの孫の銀次だろ。心配じゃないってのかい？何かあったんですか？アルビオールがメジオラ高原に墜落したんじゃ。アルビオールって古代の浮遊機関を積んだあれか？あちゃん、じゃあ無駄足だったってこと？いや、確か浮遊機関は2つ発掘されたって聞いてるが。よく知っとるな。じゃが第二浮遊機関はまだ起動すらしとらんのじゃ。そんなことよりイエモン、すぐにでも救助隊を編成して銀次と浮遊機関の回収を。そうじゃな、浮遊機関さえ戻れば2号機に取り付けて実験を再開できるしの。なんて薄情なジジイだい。メジオラ高原は魔物の巣窟ですよ。救助隊が逆に遭難しかねませんね。でも話を聞く限り墜落した浮遊機関がないと空を飛べないみたいだわ。とにかくまずは浮遊機関を借りられないか相談してみよう。そうですわね。あの伊右衛門というご老人を訪ねればよろしいのではないかしら。僕からお話しすれば多少は話が通りやすいと思います。行ってみましょう。話、しかし亡くなられたはずのナタリア様が生きておいでとは。しかもマルクトの住民を助けるために動いておられる。マルクトとかキムラスカとかそんな今はどうでもいいだろう。そうさね、ただこっちも困ってるんですよ。アルビオール初号機がメジオラ高原の崖に墜落してしまって、中に操縦士が閉じ込められた状態でメジオラ突風が吹いての、今にも崖から落ちそうなんじゃ。救助隊を派遣しようにもマルクトと戦争が始まるってんで軍人さんは手払ってての。だったら俺が行く。よく言いましたわルーク、それでこそ王家の青吉が流れるものですわ。別に王家とかそんなん関係ねえって。ただ俺はできることをやらなきゃって。
大体人を助けるのによ、王家とか貴族とか、そんなどうでもいいかなとか、それだけだよ。私たちの中には軍事訓練を受けた者もいます。任せていただけませんか。その代わりじゃないですが、俺たちが浮遊期間を持ち帰ったら2号機を貸してほしいんです。2号機は未完成じゃ。駆動系に一部足りない部品がある。戦争に合わせて大半の部品を立艦製造に回してしまった。タルタロスも元は陸艦です。使える素材があるなら使ってください。ジェイド、いいのか。エオン様、ここに残ってタルタロスの案内をお願いできますか。我々が浮遊機関を回収する間に2号機を完成させてほしいのです。僕は承知しました。あとは部品さえあればわしら命がけで完成させてやるぞい。よし、じゃあ俺たちはそのメジオラ高原へ行こう。で、場所は？メジオラ高原はここから北西じゃ。それとこいつを持って行け。この発射装置でアルビオールを固定してから崖下へ下ろすんじゃ。あそこはひどい風が吹いて危険じゃからな。でも使い方が。音機関なら俺に任せとけ。それにジェイドもわかるだろうし。さあどうでしょうね。食えないおっさんだよ、ほんと。